はい、それから3番のアルカテル、はい、この辺が非常にあのサイドから攻撃中盤作ったりですね、まあ、危ないケアしなければいけない選手ですね、はい、そしてこちらが日本なんですけれども、ゴールキーパーが中村、そしてディフェンスは古賀、辻本、川口、稲本、ミッドフィルダーが小林、酒井、小野、そしてフォワードが山崎、田中、高原です。まあ、本当にこの日本のアンダー16がここまで来れたというのはですね、これから将来の日本のサッカー界にとっては本当に大きな第一歩という感じですよね。そうですね、本当に第一歩だと思います。もちろんこれこの時点でもすでに世界大会の進出は決まってるんですけれども、はい、もう世界大会もぜひいい成績を残したいですし、そうですね、次の大会も狙いたいですね、はい、さあボールがセットされました。日本のキックオフで決勝戦が始まります。さあ今ホイッスルが鳴りました。右から左に攻めていきます。おなじみのユニフォーム、日本代表アンダー16、上下白のユニフォームが地元のカタールです。そうですね、ただもっとできるんですけどね、もうどんどんパスをつないでほしいですね、はい、さあ小野、おっと倒された、フリーキックです。小野もとにかくそのテクニック、この年代にしてはもう本当にテクニックのある選手ということなんですが、本当にすごいですよ、一緒にボール蹴っててもね、はい、本当にびっくりするぐらいの選手ですね。どんなボールでもピタッとコントロールしますし、はい、どんなキックフェイント持ってますね、これからもっともっといろんな体力的にも増してきて、はい、それを実践的に使えるように成長してほしいですね、はい、この小野が静岡今沢中学中学生です。さあフリーキック、ここはどう攻めますか。でしょうね、あ、直接行きますか。これもクリアです。カタールにしてカウンターアタックを狙うということが考えられますね、はい、だからそういう意味でこういう時こそ逆に注意、ナイスだ。さあ、あっとゴール前にはしっかり2人あるいは3人の選手が守っています。カタールそういう意味で逆に注意しなければいけませんね、はい、この古賀も1点を挙げています。いいシュートでしたよ、はい、さあペナルティーエリアの中、どうだ、あっとこれもクリアです。高原君ですかね、いい持ち方したんですけども、はい、どうやらこの高原が左の前の方に上がってきて、山崎が右の方に行ったんですね、はい、で小野君が中の方に入ったから右サイドに、そうですね、はい、行ってますね、はい、酒井のコーナーキック、ファーサイドに上げます、どうだ、あっとこれはもうゴール前に3人待っていました。カタール今のも辻本くんですかね、アルナヤミから後ろに戻す、しかしここはもう日本のディフェンスも戻っています。うまくつないで右サイド、今も声かければいいですけどね、そうですね、はい、ちょっと危ないシーンでした。さあセンタリング、ゴール前、さあどうだ、シュート、スペインセイラ、もう一度山崎、今度はまた正面、キーパースペインがよく頑張りました。一発目は小野、そして二発目が山崎ですね。もうパーフェクトのトラップですよこれ。さあ、いやもうあまりにもですね、正直なシュートをしてしまってキーパーに読まれてしまいましたね。なるほど、そしてそのね、弾いた球を拾った山崎も正面でしたね、なんとか落ち着いてボールを支配したい日本、ちょっとここ耐えなきゃいけませんね。そうですね、さあ高原が3枚を見る、もう一度高原へ戻す、高原が走る、さあ高原ペナルティーエリアの中、倒されましたが、ノーホイッスルです。今のも高原がいいスピードで飛び込んでいきましたが、結局ノーホイッスル。この稲本もいわゆる所属のガンバーのジュニアユースでは、ゲームメーカーをしている選手なんですよね。そうですね、はい。ですから非常にその攻撃力のある、まあ、今回はディフェンスということで、松田監督も、まあ、今のようなオーバーラップにも期待してるんだということを言ってましたが、はい、まあ落ち着いてますね、はいはい、そして稲本前に送ります、いいですよ、この後ですね、いい
回じゃ取られませんからね、はい、さあもう一度源から、今度は小野右サイドで作ります。ダブっちゃった、もう一度、あっとこれは重なってしまいましたが、さあここで稲本のセンタリング、そして小野ヘッド、いや今のも、いや、いい攻撃ですね、あのパスに意図が感じられますよね、はい、今ということになりましたので、ぜひね、あの弟分のこのアンダー16はもう優勝して代表になってほしい。本当にそうですね、危ない、とこれは右にそれてくれましたという感じです。今は右サイドから、まあ、その後ディフェンスの修正をしてきました、はい、まあ、結果的にあの8月あるいは7月の上海ですね、さあ今度はペナルティエリア入った、さあ右足アウトサイドのシュートはクリアされましたが、またカンバール・フセインのファインセーブ。今度はカタールのカウンターアタックでしょうか。この選手です、アルマズロイ。しかしこれもしっかりとマーク、おっとこれも危ない、さあゴールライン終わりました、これはゴールキックです。右サイドでディフェンス頑張ります、稲本、おっとこれは倒れました、そして1対1になる、シュート止めた、そしてクリアです。中田君よく対応してきましたね、もう後半もロスタイムに入りました。アジアユースアンダー16の決勝戦、日本対カタールのこの一戦、いやしかしこのスタジアムで、そしてロスタイムというと本当にもう思い出したくもない、あの1年前をついつい思い出してしまうんですけれども、ここはもうとにかく頑張り抜いてほしいですね。そうですね、ああそしてここで結局後半終了のホイッスルです、前後半80分を戦いまして両チーム無得点ということで試合は延長戦 V ゴールに入ります。さあ今度はまたセルマ、この時間帯に来てようやくあのセルマがボールをよく触り始めますね。さあ高原だ、高原が左サイド、ペナルティーはなかった、さあセルマ、セルマからこぼれたボール、おっとセルマ倒れてる、ヤズが踏み込んでシュート、ゴール、日本やったー、優勝です、優勝です、ついにアジアの頂点に立ちました、ついに日本やりました、アンダー16アジアの頂点に立ちました。さあもう一度ご覧いただきましょう、そのシーンです。まずセヌマから左サイド高原へ、いいカイパスですね、セヌマ君いいサポートのポジションにいるんですよね、そのセヌマに帰ってここでもう一回カイパス狙って倒されるんですけども、倒れた方が良かったですねこれね、粘って、そして最後はこの山崎のゴールです。あーついにやりました、日本優勝、そしてこれが初優勝になります、もう歓喜の胴上げ、松田監督そして松井コーチよくやってくれました、アンダー16本当によくやってくれましたね、そしてこれで日本はフェアプレー賞獲得ですね、そうですね、はいはい、そしてこの大会の得点王は5得点を挙げました、やはり日本の田中宏明に決定しています、よくやってくれました、はい、いや本当に応援に駆けつけてくれたあの日本の皆さんもね、本当感謝したいですね、ついにアジアの頂点に立ちました、そして来年のそのアンダー17の世界選手権優勝してのアジアの代表です、頑張ってほしいですね、はい、はい、本当に今日は田島さんどうもありがとうございました、ありがとうございました、さああのドーハの悲劇ついに振り払ってアンダー16次は世界です。